野口遊国の造画校椿二山室、田原市博物館、野口遊国明治31年6月26日は、幕末から明治期の難画家。名は、職、通称を美之助。遊国、和楽堂と豪した。江戸神田町の生まれ。きっかけ北野口遊国室、明治19年東京国立博物館大工の、当領、源子郎の次男として、江戸に生まれる。 しかし、幼年時にはずらった天然痘から来る巨弱体質のため大工を継がなかった。15歳で父を失ったのがきっかけで、宮大工の鉄砲矢鉢に図面制作を学ぶ。矢鉢から技能を磨くためにまず絵画を学ぶように言われ、知人の紹介で椿沈山の画塾宅稼働に入門。また、漢学を大黒梅院に学ぶ。 生活は苦しく母の生活を支えるために中は、製図を描いて働き、夜になって、書と画を学んだ。ある時、椿山から、画は、何のために描くのかと問われ、気ままに自分の心を描き、気ままに生活したいと答えたところ、幽刻に作経欄のような心と評されて、幽刻の画号を送られたという。5年後の1854年、七神山が没すると、 寺小屋を開き子供たちを教えながら、渡辺火山に詩宿して、画を独学。名、真の画家の画法を収めて、家長が山水画に引入れ、特に菊の絵が多い。1872年の欧州の博覧会を、はじめない国官業博覧会、絵画共振会などに出品し、画祭を認められる。宮中で、障壁画制作を任され、各界の審査委員を歴任。 1893年9月25日には、提出議原因に任命される。1855年の安政の大地震で、自分の家が半壊したにもかかわらず、七沈山の家の被害がひどく位配が見ずに、使ってしまったことを聞くに及んで、自分の家の修復を後回しにして、死の家の修復を大工出身の有国自ら行ったというエピソードが伝わっている。また明治を迎えても、 生涯、ちょんまげで通したことでも知られる。大家になった後も、楽観や印象に、有国性移しと修学中を意味する、生の字を使い続け、画商に、生の字があると絵の値段が落ちるからやめるように言われると、自分は未まだ、火山先生や椿山先生を超える絵を描けていない。両先生以上の絵を描けるまで、生の字をつけるのをやめる気はないと答えたという。安政の初年頃、 横山氏の娘と結婚し死死を設けた。この息子は長じて松山と合して優れた作品を残しているがなぜか、記録や資料が伝わっていない。門弟に、松林慶月、椿二山、増し春南、的柱根などがいる。文政十年一月七日生まれとも、漢方第三千七十六号、明治二十六年九月二十八日。和楽堂画譜 ハット AB 区内庁書領部区内庁三ノ丸なお、クラカン編集、明治の御刑事、皇室の近代ことはじめとその歩み区内庁、三ノ丸なおクラカン展覧会図録ナンバー80、2018年4月28日、第15、27、ガマガエル千人図撤回千人図、ありがとうございます。